当時の私は何歳ぐらいだったのだろう。浮浪者の多くは生きていくためには軽犯罪は当たり前、中には幼い頃から強盗や殺人に手を染めていくケースも少なくない。そんな苛烈な生存環境の中で、私たちシックスとバックス二人の孤児は出会った。ここじゃ過去や本名なんて誰も自分からは話さないし、誰も聞きたがらないよ。平気だって、みんな浮浪者だから変に浮いたりもしないし大丈夫。うん、それでも不安だってんなら、あんたさ、私の妹になりなよ。そうすりゃみんな可愛がってくれっからさ。妹？そう、シックスとバックス、名前も似てるしね。はい、深見レナです。職業はマスターのシューターです。いつものこととはいえひどいよマスター。そんなとこに突っ立ってると邪魔よ。私は獅子ヶ谷桃花、このクラスではマークスマンを担当しているわ。勘違いしないでよね。クジラセクリスティナ桜子です。クリスって呼んでくださいね。主に情報担当をしています。生駒紫、ロシアン忍者やってます。そう、私はただの忍者好きな、どこにでもいる女の子だよ。はい、一応学生です。書類上はそうなってますね。この学園はいわば殺し屋学園です。狂犬のレナ、突入します。こちらでも逃亡者を確認。発砲許可は出ています。やれるようなら急いでください。どんな弾を使ったんだい。頭がぐちゃぐちゃだ。今最後の一人を殺しちゃったよ。そんなの私たち学生が知る権利も必要もないわ。まさかこんな形で再会するなんてな。パックス、やっぱりあんた。いい加減そろそろケリをつけようじゃないか。グリザイアファントムトリガー ジ・アニメーション2019年1月先行上映会決定。2019年3月劇場公開開始。